今日紹介するお花はこちらです。はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。冒頭でもね、こうアップでお伝えしましたが、今日はね、皆さんに紹介するお花はこちらのチューリップのクリスマスドリームという種類です。こちらのチューリップは、まあ、見てもらえば分かるようにこうピンクのね、可愛いチューリップですね。でこのチューリップできたのが2003年で、まあ、約ね、今から12年前にできたチューリップです。でね、特徴としてはこうものすごい嬉しいことなんですけど、花持ちがすごくいいんです、このチューリップは。多くの方がね、こう気になる花言葉ですね。花言葉はちょっと文献によると、永遠の愛、愛の告白、真面目な愛、そして思いやり、まあ、このようなね、こう愛っていう言葉とか、こう人を思いやる心みたいなね、こうすごくいい花言葉がたくさんついてます。でこちらのチューリップ、原産国は僕はね、チューリップといえばオランダだとばっかり思ってたんですよ。これがね、違くて、こう文献によるとトルコのアナトリア地方が原産国なんですね。で実際にオランダにこのチューリップが渡ってきたのは16世紀頃のようです。でこちらのチューリップ、僕もちょっと和名っていうのは知らなかったんですけど、これ和名があって、ウコンコウっていうんですね。漢字でここに出ますか、ね、ウコンコウ。すごいね、今文献見てるんですけど、すごい難しい漢字ですね、ウコンコウですね。でこの、まあ、理由というのが、この花の香りがスパイスまたは食品を黄色く染めるのに使われるウコンのようなほこり臭いことに由来する。ほこり臭い、まあチューリップってあんまりいい匂いがするっていうイメージじゃないんですけど、ただね、最近では改良されていい匂いがするチューリップも出てきてます。でね、ちょっとこう気になることが書いてあったんですけど、1970年頃までは牧野植物図鑑にボタンユリっていう和名がね、載っていたそうです。でチューリップはユリ科チューリップ属の植物です。でこれね、ちょっとね、文献をいろいろ調べてたら面白いことが2つ分かりました。1つはね、これ僕が知らなかっただけかもしれないんですけど、チューリップバブルっていうね、言葉があって、これがね、ものすごいね、面白いんですよ。なのでちょっと今文献を紹介しますね。チューリップバブルはこうチューリップ卿時代っていうのがあったらしいんですね。ネーデルラント連邦共和国、オランダ、かつのオランダですかね。で1937年に起こった世界最初のバブル経済事件、世界最初のバブル経済事件がこのチューリップが元になっているということですね。オスマン帝国から輸入されたチューリップの球根が人気を集め、チューリップの価格がつり上がっていくことで人々はチューリップ投資に熱狂し、わずか数年のうちにチューリップ価格は信じられない高値をつけ、その後価格は100分の1以下まで下がり、オランダ諸都市は経済的混乱に陥ったとありますね。それがチューリップバブルということですね。チューリップバブル、チューリップバブル事件じゃない、チューリップバブルですね。でもう一つの気になることというのが、やはりこれもね、文献に載っていたんですけど、開花時に裁縫に用いる針などでチューリップの花の根元部分を貫通させて傷つけると、要するにこのね、根元のところですね、ここを貫通させて傷つけるとエチレンが発生し、開花時期を長引かせることができる。要するに開花前にこれを針で刺すと花持ちが良くなるということですね。ただ開花後、ちょっと花が咲いた後に同じことを行うと開花時期が短縮する、短くなっちゃう、要するに寿命が短くなっちゃうということが、チューリップで確認されていると書いてあります。これはね、ちょっと面白い文献なんで、それでまたね、手軽に実験できそうなんで、これはね、ちょっと後で実験して、またそれをね、動画でアップしてみようと思います。
なのでちょっとお楽しみにしていてください。ではですね、今日はこちらのチューリップのクリスマスドリームという種類を皆さんに紹介しました。またね、チューリップはたくさん種類がありますので、いろいろと皆さんに紹介していきたいと思います。ではまた次回、違う花を紹介していきたいと思います。ぜひ楽しみにしていてください。こちらのフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録は、この PC の方はね、この画面上にあるチャンネル登録お願いしますというところをクリックしていただくと、チャンネル登録をするところに行くことができます。スマートフォンの方は、この画面の下のところに、チャンネル登録というボタンがありますので、そちらからお願いいたします。それが出てないという方は、下のリンクのところにチャンネル登録お願いしますというところがありますから、そちらから行くと必ずチャンネル登録をすることができます。でね、皆さんのチャンネル登録によって、またさらにこちらのフラワー TV はですね、いろいろできることが増えてきますので、そしたらまたそれを使って皆さんにどん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 新しいことをね、紹介していきたいと思います。なのでチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。See you next time.